久しぶりに配信してるかな、多分そんな感じする、どうだろう SNS 更新苦手だもんね苦手ですね <laughs> 別に悪いことじゃないでしょ、苦手ってだけだから苦手ですね武道館ぶり武道館の日って私オルミしたんだっけど まつ毛が入ってなかったそうまあ久しぶりに配信したことは事実ですねうん ハロウィンフェスはスケジュール空いたからああそうイエスイエスイエスそうですハロウィンフェスなんかもともと出る予定だったみたいなんだけどスケジュール的に出れなくなっちゃっててそうでもそれがなくなったから出れるってなってもともと出る予定だったのは知らなかったんだけど 出る予定だったんんだよよってて教ええもらえたたですよたまたまだから「えっ出れるなら出たい」って <laughs> 言ったら出させてくれましたそう「AKB カフェ行ってないです行ってない」 あと、木体出ます。来週じゃないいつだ ?27 日かい。今日何日だっけ ?22 とか二22かな。来週ぐらいかな、多分木体出ますよ。 木曜日あっぱれはあっぱれは25日です25日25日放送ですよ楽しみにしてて結構頑張ったから <laughs> 結構頑張ったから楽しみにしててください25日またあのその日になったら告知しますけれども頑張りました 公園今当たると生誕入れなくなるえー、そんなことないよだってめっちゃ直前に入ってから生誕入ってた人もいた25あっぱ二26ハロウィーン27僕対イ,イエスイエスアイアンそうですだからお楽しみにしていてください明日アフタートークそうだ明日は武道館のアフタートーク配信が えっと、VR スクエアのみでなんですけど、ありますので、見れる方はぜひね、VR スクエアで見てください。また明日になったら言いますけれども、週末お話し会い、今週末来週末ってか今日何曜日か分かってないからさ、なんかいつ末か分かんないんだけど、今日何曜日だろう。なんか木曜日ぐらいの感覚なんだけど、自分的には。あ、今日土曜日、うん そうなの今日土曜日か土曜日かびっくり今日土曜日なんだ知らなかった確かに平日に花火なんてやらないか大正解だ言ってることそうか確かに今日土曜日か 明日はごめんライダー私、仮面ライダー全然見えてなくて、でもまあの、まとめてみたい派だから別にいいんだけど、ちょっと追いかけてみますね。明日、ちょっと時間に余裕あるので。頑張ってみますよ、仮面ライダーは。最近あの、本当に私の好きなフィッシュダムっていうゲームしかやってなくて、本当に一生そのゲームしかしてなくて。 メンバーに会うたびやってるからなんか「またそのゲームしてんの?」って一生言われてるマジでマジで一生言われてる髪伸びたねそう伸びたレベルいくつええー、分かんない2200いくつかとかだった気がする髪伸びたよね伸びたんですよ もうちょっと趣味をもとう。いや、じゃあそのゲームが趣味なんだよ、私は。そのゲームとつむつむ。にらみさん、コメント読んでくれません、キャプテン。コメント読まれるようなコメントをできるように頑張ってください。<laughs> やっと1000いったのに。いや、全然よ。私、マジで1日なんどれぐらいやってるか分かんないぐらいやってるからね。ちなみにだけど、本当に。髪また切ってやまないだね、絶対。 だってもうまた髪の毛切らなきゃいけないもんちょっと経ったらもうこのまま伸ばしたい私は一回よく捨てをつけたいってずっと言ってるのにさもう悲しいよそうさースルーる前髪してるんですよね フィッシュダムのアイテム一個もたまってないよないないないでも毎回使っちゃうからすぐメーーそう無課金税えそうまだ無課金でいるの偉くない本当に マジで一瞬無課金でいるの今頑張ってるでもいつ課金してもいいなと思ってるんだけどでも前まで課金610円だったはずなのになんか800円に値上がりしてて気づいたらえっとか思ってほらかちゃんの今の前髪かわいいえほんとに私今ねあの眉毛サロンに行きたいから眉毛を伸ばしてるんですよ頑張って眉毛サロンに行くまではシースル前髪です私は。 こ <laughs> パッツンしする前髪あの理由もなくこの前髪にはしないので私はだからあの眉毛伸ばすための前髪ですこれは眉毛隠し <laughs> ただの眉毛隠しそう してるのででそうななんですよなんか最近私眉毛サロンにいつからか行くようになったんですよいつからか行くようになったんだけどなんかまミみゃおさんがずっと「なんか眉毛サロン行ってみたら」みたいな「なんかその眉毛の形がうまく描けないんですよね」とか「なんか垢抜けたいんですよね」って話を昔してた時にみゃおさんが「なんか眉毛サロン行ったらすごい変わると思うよ」ってずっと言ってくれてて。 でなんかどっかのタイミングで行ったんですよ眉毛サロンにですごい眉毛綺麗になっておお確かにこれはすごいと思った思った分自分で形整えると変な感じになっちゃって最近眉毛がちゃんと描けなくなってきちゃったからあそろそろ眉毛サロン行こうかなと思って今は伸ばし中ですですですそうお話会やば 服買わなきゃなでもなんか最近はめっちゃ気に気をつけてることがあってなんかあのねあのー。 最近はなんかもうワンピースしか着てないから私本当に自分でも分かってるぐらいワンピースしか着ない何でかっていうとあんまり洋服に興味がなくてプラスあんまりでも洋服に興味ないからさなんかこう組み合わせとかを考えるのも好きじゃなくて面倒くさいなって思っちゃうからいっつも,もうワンピース1枚着て完成っていうあのー、スタイルをずっと貫いてたんだけど。 さすがにちょっとコーディネートするようにならなきゃなとか思ってそうだから最近はワンピースを着ないようにしてます <laughs> これマジねマジで最近はワンピースを着ないようにしてるセットアップとかもあんま着ないもうだからもうちゃんと上と下バラバラの洋服を着るように頑張ってて今そう そうだからスカートはかないイメージ短いスカートは履かないかも長いスカートは履くけどそうだから里見なコーデの服は無理だな絶対無理そうだからすごい頑張ってます今 だかからなんか服買おうかなと思ってなんか最近いつ自分で洋服買いましたって聞かれたらマジでわかんないの私だからもう洋服に興味がないからだからありがたいことにこのねあの活動をしてるといただけるんですよねファンの方からプレゼントとかでねいただける機会があるからもう私はそれがもう自分の恵み自分への恵みだから,それがだからあのー。 マジでいつ洋服買ったか分かんないぐらい買ってないんですよね多分夏服も買った記憶ほぼないし本当に買ってないかもしれないしもう本当にえいつ買ったか本当にパッって出てこないぐらいなんかもう洋服屋さん行っても見て終わりになっちゃう癖があるから買わないんですよ自分でそうちょっとそろそろ買わないとなと 思いつつねこの活動してなかった洋服どうなってるあのね私その入る前とか洋服をほぼ同じのしか着てなかったから別にね洗濯してるしとか思ってたからほとんど同じ服しか着てないからそう。 そうなんですよああ線香のやつとか呼ばれないねそんなにね別にだって洋服好きな人が呼ばれるものじゃんあれって別に私そんなに洋服好きじゃないからさお金何に使ってるのえー、アクセサリーとかでもなんか最近はあのー なんかストーリー私が最近大丸行った時とかにも反応されてた方とかいたんですけど SNS でなんかなるべく物持ちのいいものを買った方がいいなっていう思考には変わったんですよてかあのまず洋服を買わないからその分ねその分もあってなんかその洋服とかはさまあいっぱいさ季節ごとに洋服って変わったりとかさその時の流行りとかがあるからさ ななんかかこう結構変わりが早いいじゃないですかだからなんか洋服は別にそんなに高いのな必要はないと思うんだけど靴とかさアクセサリーとか帽子とかでさこうあんまり変わらないじゃん年中無休だし。で私は思ってる思うようになったからだからなんかずっと使うものはいいもの買おうって思って。 そういうのは買うようにしてるけどでも洋服は買ってないなより高いよ洋服買おう買おうって思えないんだよね本当に私ダメダメな人間だからそうそういえば穴開いたレッスンシューズはどうだったあ買った買いましたなんかありがたいことにねプレゼントしてくださった方がいたんだけど でもその靴のサイズがちっちゃくて私入らなくて入らないっていうか入ったんだけどきつすぎてなんか足の指が曲がっててずっとそうだからあのどうしようってなってでも入らない靴は履けないしなとか思ってズンちゃんが私より1個足のサイズちっちゃくてズンちゃんにレッスンシューズとしてあげました ごめんねだからくれた方申し訳ないなって感じなんですけどそれで自分で買いに行きました靴はそうなんかさその自分の靴のサイズでさ合う合わないなんかその自分の足のサイズは理解してるしそれを知ってくださってるお花方もいるんだけど本当にさブランドによってさ靴のサイズって全然違うじゃんかそうだから あの履けてもおっきいか同じサイズでもおっきい靴もあればちっちゃい靴もあるからさそうだからちょっと申し訳なかったそうだからごめんねって思いながらもさすがに私は本当になんか私足の指が長いからこう曲がっちゃうのめっちゃ関節がちっちゃいとそう だからごめんねって思いながらもそうだからなんか衣装である靴とかもだから靴によってサイズが全然違うから M 履いてる時もあれば LL の時もあるし L 履いてる時もあるしなんか24.5の時もあれば24の時もあれば23.5の時もあったりとか。 本当に物によって全然足のサイズが違うから。でも私は一応24センチなんだけど、足自体はね。そう、でもだから、なんか、まあ、しょうがないな、みたいな、って思ってる。そう、マるガちゃんピアス空いてないですよ。耳多分分厚いからね。ほら。ほら。そう。だから。 本当は24.5って言ってなかった。いや、本当は24。24です、24です。でも24.5の靴も履くんだよね。だからわからない、私も。<laughs> 私もわかんないの。24.5も履いてるから。マジでわかんない。24も履いてる、でも。そう そうなんですよアクセサリーの話してた時開け,開けないね耳だけは開けたいって思わないんだよね本当にそうなんかね髪とかはさ染めてみたいなって気持ちもありつついやまだ染めないですよって言ってたりとかさ コンタクトはさ、もう未知の世界だったからいやしないと思いますって言ってたけど結論両方ともしたけど耳に関してはさもう理解もしてるわけよピアスを開けることとか全てにおいてね理解をしてても私はもうイヤリングで十分ってもう思ってるからだから多分開けないと思うなよっぽど心変わることがない限り周りのメンバーでも開けてることがさ結構増えてきたけどでも 開けたいい思わない私はそれを見ててもそう眉とかアートメイクに興味はアートメイクって何眉香水とかは使って香水は使ってる香水いつからかわかんないぐらい結構使ってます香水は結構香りは好きなのでだから香水はいっぱい使ってますよ ちょっと前に2個買いしましたもう香水リピートしてもう1個買ったのとプラス新しい子も買いましたでもピアスの方が種類豊富だよねそう分かる分かるなんかその k p o p とか結構好きだから見たりするんですけど k p o p アイドルってさ結構さ耳開いてんのかなあれって分かんないけどさすごいさお高いピアスとかつけてるじゃん でさ調べてささあったかとかと思いつつさなんかイヤリングもあるのかなって調べるけどやっぱイヤリングとかってないからさやっぱ可愛いのはピアスが多いんだなって思うけどでもまあ別にイヤリングでいいかなって思っちゃうかなマスクのプレゼントは相変わらず多いいやー別にそうでもないかな最近ショックだったのは私のもうコロナ始まった時ぐらいから 1店でお取り寄せしてるマスクがあるんですよ韓国のマスクなんだけど韓国で生産されてるマスクもコロナ始まってすぐにあんまりになんか日本のさこの開く紙あるじゃんあのマスクつけてると肌が荒れちゃうので私すっごいこすれちゃってこの辺がすごい荒れちゃうから嫌でらこの辺に密着しないマスクが欲しくってそれで その韓国マスクを買うようよにしたのねでそれめっちゃお気に入りでその韓国マスクはあの本当にしっかりしてるし黒もあって黒と白あってみたいな感じ最強だったの私の中でもなんかデザイン変わっちゃってなんかサイズ感も変わりましたみたいなレビューにもめっちゃ書かれててもうなんかそしたらそれは私のマスク私の好きなマスクではないんだよなとか思って黒色もなくなっちゃったし だからもう今私の家にあるのが最後の私のそのマスクちゃんたちだからもうショックなの私はお気に入りでめっちゃリピ買いしてたのにもうパッケージも変わったパッケージが変わっただけだと思いきやマスクの形も変わっててもう本当にショック本当にショックです私はだからもうどうしようって思ってる最近は他のフィッティみたいなマスクをつけてるんだけど ちょっと名前違うかもごめんちょっとあんまマスクの名前見てないから分かんないからそう最近はなんかそのマスクはメイクが落ちにくいからメイクしてる時はそのマスクをつけることが多いんだけどそう「あんにょんあんにょん」あと最近すごい不思議だったのが公園でお見送りをしてた時に 急に目こう私の目の前じゃないんだけど私のちょっと前ら辺のところでバッてパスポートを出した人がいてどういう意味と思って最初最初こう「ありがとう、まね、ありがとうまた来てねありがとうバイバイ」ってか「ありがとうありがとう」って言ってたんだけどパスポートバッて出してたの見たから「えっ何?」と思ってあ「ありがとう」みたいな感じで思ってたけど「あ旅行で来たの?」みたいなもう通り過ぎた後に一人で勝手に理解して叫んでたステージで旅行 みたいなどこからみたいな一人でなってたそうそんなことがありましたねでもあのそのパッと見気づかないぐらいだから多分もう近くのお国の方なんだと思うんですけどそうあのあのなんかあのさわかるじゃないですかアジア系の方だったんだと思うんですよ多分。 なんかヨーロッパ系はもうなんかこんなんや鼻がもうなんかこんなんでさなんかもうここ全部出ててさこのこの,この眉間が全部こう前に飛び出ててさで顔をしてるからさそういう人たちは分かるけども,も気づかなかったからだからあ近くの方なのかなって偏見とかじゃないんだけど、ね、普通に偏見とかじゃなくてそうだから あとはえっとねちょっと前に一人で初めてだったんだけどね初めてえっと明治,神宮に行ったの明治神宮ってあんなに広いんだってめっちゃ感動したんだけど海外の旅行客の方めっちゃいてなんかイタリアの国旗持ってる方がいてあの何て言うんだっけその人バ,スバスガイドさんみたいな。 イタリアの国旗を待ってる人がいて、もうなんか、イタリアかと思った、マジで。神社のところ、イタリアかと思った、ほんとに。なんかもう、バリアンバイド・バイアンみたいな感じの言葉が飛び交ってて、周りで。あっと思った。イタリアでもなんか、周りを見たら日本なの。日本、イタリア日本、イタリアみたいな、あのー、感じだった。そう。 すごかったどんな感じ <laughs> 本当にすごかったそう明治神宮そうでも私が行った時は明治神宮あんまり人いなくて平日だったからかなだからすっごい空気が美味しくてマスク外して歩いてましたなんか今マスク外していいってなってるじゃないですか世の中的にも外とかだったら。 だからなるべく自然とか木とかがいっぱいある時はマスク外すようにしてますなんか排気がそうそうみたいなところでは <laughs> あんまり外さないんだけどあのー、木とかがいっぱい生えてるところは空気が美味しいって思うからそういうところではマスク外すようにしてますでねすごいすごかったそこすごかった なんか写真もいっぱい撮ったしでもなんかもうカメラ欲しいなってすっごい思ったなんか私なんかメンバーはさ自分の顔を撮りますよっていう、あのー、カメラを持ってる人が多いんだけどメンバー自体は別に悪い意味とかじゃなくてねその被写体がいて人っていう被写体がいて撮る用のカメラの子が多いんだけど私はもうなんか自然を撮ったりしたくてお花とか魚とか鯉とか。 木とかそういうの撮りたくてなんかそれ用にカメラ買っちゃおうかなとか思ってます結構ずっと前から思ってたんですよえ私言ってない結構昔からもう何年も前から言ってない私カメラ欲しいって言ってると思うんだけどマジで言ってないかなめっちゃ言ってる気がするんだけど言ってない書き置きでしたそう御朱印は書き置きだった てないよ私カメラずっと欲しいよ欲しいんだよねってそこまで真剣なのは聞いてないそういやなんか昔一回チェキを買ったことがあってでも私もさもったいないお化けみたいな人間だからチェキ結局買ったけどチェキのフィルムが高いから一個一個だって10枚セットで860円ぐらいするじゃないですかチェキのフィルムって。 それで結局もったいないもったいない言ってたらチェキ自体が壊れちゃってそうだから全然フィルムをも使い切ることなくチェキ本体が壊れて終わったことがあって昔小学校6年生ぐらいの時かなめっちゃおねだりして買ってもらったやつがあったんだけどそうっていう過去があるからだからなんかむやみに買うの良くないなって思って「欲しい欲しい」言いつつ買ってないんだけどそうでもなんか カメラあっったらいいいなーってすすごい思うんですよねで本当にこれはマジで何年間も思ってるからいいのかもしれないなって思ってるけどなんかその別に皆さんに見せるとかそういうわけじゃないんですけどなんかどっか行くよーとかさ神社巡りするよーとかいう時にただなんかその自分の記憶の一部として 写真に残したいなっっててめっちゃ思うことが多くてそうだから買いたいなーって思っちゃうどういうカメラが希望とかあるのえっとね思い出マイフレンドの時に使ってたようなカメラかな <laughs> スマホじゃダメなのなんかやっぱねスマホよりカメラの方が綺麗に撮れる時もあるんですよね見てて思うのがそうだから カメ,ラでなんかカメラで撮りたいなって思う時もあるんですよもちろんスマホの方がいい時もあるんだけどねそうだからなんかそんなにガチなカメラとかじゃなくてなんかもうあのこういうちっちゃいさサイズのカメラとかが欲しいなとは思ってるけどでも何が何だかちょっとあんまり分かんなかったりするからだからまだ買わないかなって感じはするけど そうそれは思ってますね今何時ですかちなみに私時計見えてなくて今何時だろうランちゃんカメラ買ったよね買ってたね23時11分ありがとうフィルムカメラも流行ってるフィルムカメラはね一時期私もハマってて撮ってたけど フィルムカメラってさフィルムカメラ自体も高いし現像する時もお金かかるしってちょっとめんどくさくてさ色々いろいろ撮りに行くのめんどくさいしそうだから私多分フィルムカメラ向いてないなと思ってちょっと無理だなって思ってるそう秋田犬はどうしたの秋田犬は今リビングにいるんだけど私のこのベッドの横には秋田犬じゃないあの前に特撮の撮影で 海村に行った時にヨーゼフの同じのがあって見て可愛いでしょこの子ほら全く一緒じゃないもうフォルムがこのヨーゼフちゃんはもうずっと一緒に寝てるの私はこれもね一番下の何頭だか忘れたけど5頭ぐらいのヨーゼフです可愛い可かわい,い,かわい,いな あと最近めっちゃガチャガチャにはまってて見てこれ何のガチャガチャだったか忘れたんだけどなんかだるそうにしてるなんちゃらみたいだるそうにしてる動物シリーズみたいなやつかわいくない欲しかったの当たったの一発でほらなんかかわいくないだるそうにしてるクマみたいななんかそんな感じの こうこうやって置いてるとこうこうじうこ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 ういうのにめっちゃハマってて私これが一番私のお気に入りパグ可愛くないパグこれも欲しかったパグだったのパグに関しては私パグ好きでめっちゃなんか TikTok 私もうワンちゃんと赤ちゃんしかほぼ出てこないんですけど あのマジでパグが一番かわいって今思ってて本当にかわいくないパグパグだけはね2回引いたおけに入ってるパグかわいくないパグかわいなお前なそうなんですよパグかわいいね可愛かわいいんですよパグちゃん そうパグのガチャそうパグのガチャガチャがあったのかいくないあとなんか頂いたちいかわ <laughs> もいるな,んかなるべく自分のここのゾーンはさ頂い,いたものとかは置かないようにしたいと思ってはいるんだけどちいかわのサイズ感がベストすぎて。 違うがいるここにも。2>, 2体。あとこれもいる。これマジですごくないマルコマルコまる、なんだっけ名前。まる、マルフォーは違うね。マルコ合ってるわ。マルコあの、ワンピの実のガチャガチャが。 たたたまたまその時ああっっやつがあって弾いたら一発で出ちゃったマルコマルコ可愛くないなんかさあ,あんなにさあ,あのなくなっちゃうやつだって知らなかったから一回しかやらなかったんだけど何回かやっとけばよかったなって思ったこれは最近本当にガチャガチャ好きで。 ガガチャガチャャあると見ちゃうだからなんかあのガチャガチャいっぱいあるところで凝視してる女の子いたら私だと思ってもらっていいくらいそれぐらい見てるそうそうなんですよっていう感じだなそういう人結構いるよいるよね ガチャ専門店、そう、ちょっと前にさ、そのだから、明治神宮行った時に原宿の竹下通りを通ったの久しぶりに一人で。そしたらガチャガチャ専門店があって、何と思ってめっちゃ見たんだけど、なんかどちらかというとアニメ系とか、なんかの、もともと存在してるアニメとかのコラボガチャじゃないけど、が多くて、そう、だから、何もせずに、その時は。 入っっちゃったんだけどいっからあとあれですね話めちゃくちゃ変わるけどあのなんだっけお話し会お話し会は今週来週末今週末ぐらいにありますけれども。 あのリアルお話し会みたいのもついにねやることになりまして来年の2月とかだったかなにまあ抽選で当たった方のみなんですけどグループお話し会開催されることになりましてすごいよね 抽選なんだよね抽選らしいねだから各各レーン240人とかだったっけしか当たらないよーみたいな感じだったよねでも何か私もさグループお話し会がどんな,なんか分かんないからさ「もろかちゃん山梨来るの聞いて泣きました」だって「どういうこといつ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 山梨来るの私 そうでもグループお話し会ってことですごいよね4人1レーン4人みたいな感じ多ぽいけれどもそう私は13レーンでひななさんとぽんちゃんとあゆちゃんとの4人のレーンなんだけどそう。 まあ多分私は聞いてないから私の意見は何ともならないけれどもあのー、何あれかなーって思ってる全国学士会と同じ感じかなーって私は思ってますよだから多分1対4で会話は多分難しいからって考えると多分一人一人と会話一人何秒ずつみたいな。 1>, 1人3秒ずつぐらいの会話になるんじゃないかな全悪ってそれぐらいじゃないですかそうだからそんな感じになるのかなって思ってますけど私はそう楽しみだよねしかも離れてシートありっぽいえー、そうなんだ だから私善悪のそうアクリル板ありバージョンって感じだなだろうなって思ってる私はそう握手ないから劇場の見送りみたいになりそう確かにでもまあお話はできるんだけどね多分ねまとめ出し的なのはない感じかなええー、分かんないないんじゃない分かんないけど でもまあさあ始まったってことはもしかしたらね次のシングルからは対面でやりましょうとかなるかもしれないからねだからいいことですよね普通にって思った現地でお話し会他のグループはやってたりする,するね確かにしてますね オンラインもも残してほしていなそう私も思う私思んだオンンラインのいいところもすごくあるなっていうのは感じてんか昔は対面しかないのが当たり前だったからさだから対面しかないから今日は行けないとか言ってる方とかもね結構いらっしゃったんですけどでもオンラインになったら今日は行けないっていう方があんまりいなくなったというか「申し込み忘れてた」とかじゃない限りは普通に来れますよっていう方が増えたから。 だから利点としてもはかなり、まあ、マイナスの面もあったかもしれないけど私は利点はあったなって思ってるからだからなんかねこれからも併用してやっていけたらいいんじゃないかなとは思うけれどもそう地方の方とかはさ毎週のように関東に来たりとかはさ厳しいじゃないですかそうだから そういういのがあったらいいなってだからこの,分この日は全部対面ですよこの日は全部お話し会オンラインですよとかさなんかそんな感じで行ってきたらねいいのかなって思ったけど移動分使えるそう本当にそうあの関東に住んでる方はさ言うてそこまで電車賃いくら2,000円一番高くても2,000円するかしないかぐらいなのかなってか。 でも関東っていうと広すぎるかでもなんかすごい値段にはいかないじゃないですか関東圏内だと都心に近い人ですよとかだったらねそうでも九州ですとかさ北海道ですとか関西ですよって言っちゃうとさ余裕であのー、ねあの金色のみたいなのお札のね顔ね 人が何枚も出ていっちゃったりするじゃないですか自分のお財布からそれがなくなるってなるとかなりねあの地方の方からするとね得ではありますよねその分お話できるからねそれでとは思いますよ私はそうしかもあの基本さあの「琥珀」やってた時とかさ2日間連続が多かったじゃないですか 多い時3日間とかなんかとりあえず2日間押さえてあることが多かったから会場がパシフィコ 2days 幕張 2days インテックス 2days みたいな感じが多かったからそうだからねって思いますよ今韓国から行くには56万ぐらいあーそんなかかるのなんか昔2万円とか3万円ぐらいで韓国から日本来れるよみたいなあった気がした 遠征して美味しいもの食べるのもねえいいよねそれの良さもあるの思うけどねそうそうなんですよなじみインテックスなんか昔小倉でもやったことあったよねお話し会 2days ぐらい小倉でやって。うん 珍しいなーって思ったの覚えてる腰飼会の時代知らないから早く復活してほしいああね確かにそう善悪復活してくるわかる善悪はね楽しかったよねそうそれが最後だーって言ったりするそう一回だけあったんだよね北九州最近初映 k 劇場で田口さん見ました嬉しい そうすごかったね初めてなんかあんなにしっかり福岡を過ごした福岡過ごした福岡で福岡で滞在したそこ小倉が初めて行ったしかやったでも確かに韓国の方はさもう絶対博多っていうかさあの福岡がいいよね だって韓国と福岡が一番近いじゃないですかねだからそこが一番いい,い,いよね確かにそうね今何時ですかちなみに全然時間理解してなくて私大阪がいいって言ってる人ってあそうなんだ25分か まあ40分ぐらいには終わりにしようかなそうプサンからなら船だもんね船なんだ船で行けるんだプサンからすご韓国ねいいよね海外行きたいなってすごい思うめ なんかさプデュー出てたメンバーとかはさめっちゃ海外行ってる印象あってそれなんでかっていうとあのプリュー出てたメンバーって韓国だけじゃなくて他の国の時もプリューがに出てたメンバーが行ったりすることがあったんですよタイとかかなちょっと忘れちゃったけどそういうの見てていいな私も海外行きたいなって思ってたそう マジで海外行きたいあのプライベートで行くとさ言葉通じなかったりとかさ大変じゃんか <laughs> なんかぼったくられちゃうとかさあるじゃん世界的にねそう世界的にさそれちょっとあのタクシーでなんかもっと安く行けるのにもっと取られいっぱい取られましたとかさなんかあるじゃないですかご飯屋さんでもっと安く食べれたのにいっぱい取られましたみたいなのって <laughs> あるじゃないですか。 そうなんか日本人って子供っぽく見えちゃうって言うじゃないですか外の他の国の人ってもっと大人っぽい雰囲気というかが多いからだから日本の人ってすごい子供に見られがちっていうじゃないですかだからなんかその言語を喋れる方が近くにいないと不安だから私はそうだから仕事で行きたい <laughs> やばいマジで普通にプライベートで行き たいっていうよりはもう活動の一つとしていきたいって思っちゃう私はすごいそう理由がやばいいやそう本当にそうなんですよ交通費もかからないそうなのよ交通費もかからなければホテル代もかからないし <laughs> ミャオさんが今韓国に住んでるね YouTube 見た <laughs> 見るの早い人ねめちゃくちゃ見るの早い人 韓国いるんだと思ってさんそう甘いそう甘いよマジで甘いでもねこれマジでこれ話したことないと思うんだけど私その人生で1回しか海外旅行行ったことなくてそれも韓国だったしそれはお仕事で韓国海兵隊で1回行っただけなんですけどその最終日の海兵隊が全部終わった後にあのー、夜だけどね本当に夜だよもうマジで7時8時ぐらい に明洞に行ったんで,すよでそのミョンド洞でなんかそのお店とかさいっぱいその時あったのねミョンドには観光客がいっぱいいるから、まあ、正直あの韓国語より日本語の方が聞こえてたんだけどミョンド行った時はなんか「なんか日本語めっちゃ聞こえるな」みたいな「あれここ日本かな?」みたいなぐらいめっちゃ日本語聞こえたんだけどミョンドではそうでも あのその時になんかそのおなんかそのねなんかお店でなんか買おうとしたんだよね私が買おうとしてでなんかこれ欲しいって言う時にも通訳さんが通して言ってくれて通訳さんがなんか「なんとか受精よ」みたいなんか言ってくれててでなんかその時にねモースのプロデューサーの佐藤さんとかも一緒いらっしゃったんですけど 保護者としてね <laughs> その時めっちゃ子供だったから私中学生とかでそうだからでもその時にもうなんか負けないのみたいな負けないのって言ってらっしゃって佐藤さんが普通観光として来てたら「まく」とかわかんないじゃんその「ちょっと安くしてくださいよ」みたいなさ「ちょっと安くできないですか?」とかってさもう韓国語も喋れらないからさ言えないじゃんでもそのさもう韓国の 韓国語と日本語を通訳できる方がいらっしゃったから、ガイドさんが。なかなか、バイなんかもうちょっと、ちょっと喋れないけど、韓国語。にゃにゃ、なんか、にゃ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 みたいなことを言ったら、ちょっと安くなったの、本当に。それを見て、すごいなと思って。やっぱ、やっぱガイドさんがいないと無理だなって思った。それを見て、本当に思った。あ、ガイドさんがいないと無理だ。 そうしかもそのガイドさんもなんかやっぱもう韓国の方だったから日本の方じゃなくて韓国の方で日本語が喋れる方だったのだからなんかこのタクシーは危ないみたいなこのタクシーは大丈夫だけどこのタクシーは危ないみたいなのもう知ってたの全部だからちゃんとそういういっぱいお金を取られないタクシーに乗っけてもらえたんだけどただまあ一つ言うとしたら安全運転ではなかったかなって <laughs> これはマジでもう韓国行ったことある人なら絶対わかると思うし多分韓国これから旅行で行く方とか絶対わかると思うんだけどマジで死ぬかと思ったこれガチでね本当にマジでもうもうなんか韓国のタクシーってバもうあっみたいなもうあっみたいな本当に速すぎてなんかブワーンこれ本当にこれ本当に。 <laughs> なんかさ,なんかさ日本のタクシーはさこう普通に動いてさゆっくりアクセルを踏むじゃないけどさ優しく踏むからさなんか発信する時もブーンって感じで発信するじゃないですかマジで韓国のタクシーに乗った時ねなんかその時はミョンドンからホテルに戻りますよってなってでそのタクシーに乗ったわけよでどこどこの,あのホテルに行った瞬間にあでみたいな。 はーいみたいな言ったの「で」みたいな言った瞬間もう「ボーン!」みたいな無してもう「うわ!」みたいななんかもう本当にこれまでマジでね初めて後部座席の,あの後ろにさこう手持つところあるじゃんこの上にこ分かるこのんかこうしまわれててさパカッって開けてこう持てるじゃん初めてあれ握った怖すぎて本当に <laughs> っていうぐらい運転が怖かったのは覚えてる今でも。 マジでこうやって持って怯えながら乗ってたタクシーあんなにタクシーをえながら乗ったの初めてぐらい本当にそんなこともありましたねそうでもそういうのってさ海外行かないと体験できないことじゃないですかだから海外行きたいよねって思う本当にそう怖かったよあれは本当に怖かったねそう 来年の2月4日にタイでイベントあるような映像、えー、なのそこ絶対呼ばれないやんそんな私その分早く着くそれはそうですね最近タクシーは電気自動車に変わったのでもっとひどいですだって怖っスピードが運転手さんのプライドだよだって韓国の人ではもうなんか理解できるんだねその速くなるもうあれがそう、うん、なんかさだからさ あの言い方悪いけど海外の人ってちょっと無愛想な人多いじゃないですかお店の人とかなんか「すいません」って呼んでも無視される時とかたまにあるじゃんわかる <laughs> なんかなんかさ日本の場合だとさ「なんかすいません」って言ったら「少々お待ちください」とかさ「なんかただいま伺います」とかさ言ってこう行くじゃんかそうあのそういうのがさ あのー、ないじゃん海外だとそういう文化の違いなんだけどさめちゃくちゃだからタクシーとかもさ全然やっぱ違うなと思って「ご乗車ありがとうございます」みたいなタクシーって絶対さ「ご乗車ありがとうございます日本交通の何々です安全のためシートベルトの着用をお願いしております」みたいなさなんかあのー、言うじゃないですか「あのどれあのー、高速は使ってよろしいでしょうか?」とかさなんか最短ルート ご希望のルートはございますかとかさ、なんかすごいあの言ってくれるじゃん。海外そのうちが行った時は韓国のおジタンだったんだけど、韓国の韓国語のオジタはもうなんからあブオン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 いくらですみたいなマジでそうそんな感じだったから。 やっぱ違う文化なんだなってそうどんなに近くても違う文化なんだなって感じましたねそう懐かしいそんなことがありました私もそうそうなんですよ 別にバカにしてるわけじゃないですよちなみにこれはね私はどの国でも素敵な国だなと思ってますし日本がいい日本しか勝たねえしみたいな日本日本以外の国無理だからとかいうあの人じゃないので本当にどこの国もいい国だなと思ってる前提でですけれどもねだからそうそうなんですよ 海外旅行は行きたいよねって思うめっちゃ思うあごめんなさいでもやっぱまあ結局日本に来たりとかすると安心はするけどね日本だってなるじゃんなんかそのさどっか旅行行って地元に帰ってきた時にあ地元だってなるじゃんそうだから結局自分の今いるところが一番好きなんだろうなとは思いますけれどもでもなんかね 日本でもさ行ったことない都道府県まだまだあるからめっちゃ巡りたいもん47都道府県巡りたいなって思うすごいああそう今日横山さんに久しぶりに連絡をしたんですよ 今日横山さんんの洋服着てててるんですって言っ言、ま、めっちゃ満面の笑みで自撮りしてなんかこんな感じで自撮りして <laughs> それを送ってそしたらなんか横山さんがなんか「生ハゲ <laughs> みたいななんかちっちゃい生ハゲみたいなのとのツーショットみたいなのを送ってきて「えっ?」みたいなでもなんか「あそういえば」みたいな,なんかそういえばなんかインスタのストーリーで秋田のどうちゃらこうちゃらみたいなの言ってたなぁと思って。 書いててたなと思ってそしたら「秋田にいるんだ」って言ってて「あ秋田」なんか私はもうてっきりこっち側からなんかその中継じゃないですけど配信とかなのかなって思ったら「い秋田にいるんだ」って言って「あ秋田なんだ!」みたいなそんなこともありましたね今日は。 自分秋田だだけまだい,たことたいいとこですよ私のねおじいちゃんのお家なんですよ秋田はお父さんの地元であちなみにあのこれめっちゃもう私あのちっちゃい頃からずっと言ってるんですけどお母さん新潟でお父さん秋田なんですよまあ秋田美人っていうし新潟美人っていうから私は美人なんだっていつも言ってるんですけどありがとうございますこれマジでずっと言ってるんですけど、まあ、美人と美人の剣から生まれた子なんで美人なんですけど私ははいそんなところでちょっと終わりにしようかなっていう。 うん、まあそんなところでねあの終わりにしようかなみたいな感じなんですけど <laughs> まあ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 、まあ、あの言ってることは間違いじゃないあの途中まではね、うん、そう秋田美人とか言うじゃないですか新潟はねやっぱお米が美味しいところは美人が育つはい以上です <laughs>

第六位マーロさん第五位チーボーさん第四位ロンエンさんありがたぐちですパチ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 カムサムにタぐちこんばんはやトップスリきます第三位アーミさんありがたぐちですとートコ白いハム太郎にホタテさんありがたぐちですパク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  パパパパク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 あ大丸とコラボしてるじゃないですか今 AKB で私の紹介してるコーナーお,あのおかきなんですけどチーズとエビとホタテとひじきじゃこでした私はホタテじゃないやなんだっけあそう今ホタテって名前を見て思い出したんだけど私はえっとねチーズ燻製チーズと エビ食べました。美味しかった。はい、そして田口真中ルミに1900分の1を獲得したのはバーン、遠藤さんです。ありがたくちでーす。イエーイ。はい、ということで芋、お芋美味しそう。その他にもゲストを飛ばしてくださった皆さん、コメントしてくださった皆さん、見に来てくださった皆さん、ありがたくちでーす。パチ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 。はい。 ということであラッキーランちゃんやろうか下らへんにするね今日これで押せてなかった OK81、OK、あーやばいやばいやばいもまみむめもまみむむるむり無,無理立ちつて無理って無理 立ちずて無理、無理ですさんもう、無理ですもう無理ですもう無理ですもう無理です,理ですちょっと誰かわかんないみ、みんなだとランキング見れないのかなもう無理ですもう無理ですさんいえ待ってる、もう無理ですさんちょっと待って。見れるけど読めん。 誰か、韓国語読めて日本語喋れる人いないもう無理ですさんじゃないこれ絶対もう無理ですよね書いてる内容ね。もう無理です。もう無理です。本人来た。もう無理ですこれ。これもう無理です。韓国語で日本語書いてるわ。あ、違う、韓国語でも無理は無理なんだ。えもう無理ですもう無理ですさん。カムサムにタグチもう無理です。 もう無理ですね。Google 翻訳だともう無理ですになります。ほら。もう無理です。もう無理ですさんですね。もう無理ですです。<laughs> はい。ということで、はい。終わりです。<laughs> 先ぐち、口、先じいたぐち、かむさはみたぐち、こっぷんからたぐち、だんけしいたぐち、おぷりがたたぐメめるしいたぐち、えふはれすた口、スパシしばたぐグえチらちた口ということで、もう無理ですね。もう無理です。いい名前。もう無理。あしは。 VR をしっかり見てくださいね。もう無理です。ということで <laughs>。ありがとうございます。また配信するからぜひ、ショールームフォローしていてください。